滅満交換とは、中国の歴史の用語の一つ。新朝末期に唱えられたスローガンである。満州人の王朝である新朝は1644年に、明朝が理事政によって滅ぼされると、万里の長城を越えて進攻し、河北、河南を含む肝心の居住地を征服した。以来、中国では、少数の満州人が、多数の肝心を支配する征服王朝が300年近くに、 渡って続くことになる。1840年に、清朝はアヘン戦争で英国に敗北し、さらに1856年のアロー号事件でも敗北すると、清朝の衰退が顕在化した。その結果、満州人を滅ぼし肝心を復興する運動が高まり、1850年からの太平天国の乱などでは、滅満交換のスローガンが唱えられた。 しかし1884年の清仏戦争及び1895年の日清戦争の頃には西洋列強による中国の侵略によって清朝は反植民地になった。このようにミツルス人化、肝人化の国内の民族紛争より重大な外国からの侵略という危機にさらされると滅満交換のスローガンに代わって不信滅用がスローガンとして叫ばれる。 の乱が起きた中国の近代の歴史において満州人の成長を滅ぼすという漢人の民族主義が国内に起こる一方で国外に対しては西洋列強の侵略を撃退する中国の民族主義が起こりこの二つの流れが歴史を形成していくことになる。なお、滅万交換を叫んだ太平天国の乱を平定した頃の成長における中大西洋 用務運動という新朝の立て直しを担った官僚たちも官人が多かった。また新朝打倒運動を展開した孫文、宗教人、高校、習近などの革命家も官族が多く、彼らは弁髪を切るなどして成長への反逆を表明した。1912年の辛亥革命で新朝が滅亡し、中華民国が成立するが、これは、 肝心主導による新しい中国といえ、滅ン交換の交換は達成されたと言える。ありがとうございます。